はい、コズの締めペアへようこそ。今回はね、ドラゴンボール前回と続いてこのドラゴンボールのフィギュア紹介していきたいと思います。早速ね、ご紹介しましょう。こちら、はい、栄翔孫悟空身勝手の極意フィギュア、はい、一番くじですね、はい、こちら、はい、こちらね、やって当てたんじゃなくてね、リサイクルショップで、購入しました。結構安かったと思う値段で買えたんでね、うん、思わず買っちゃいました。くじではやろうとは思わなかったんですけどね、うん、でもねこれね一応この原型制作の中澤さんなんですよね、うん、あの悟空のクオリティ高いフィギュアをいつも制作している中澤氏、はい、その方が作っているんで、まあどうでしょうね、うん、はい、ではね早速開けたいと思います。まあというよりねもうすでに中古で開封品なんでね、もう開いてますね。こういう感じで入ってんだな。あ、でも中は未開封って感じかな。よいしょっと、はい、あ、中は未開封でしたね、はい、台座、支柱に本体、はい、中は未開封。では早速ね組み立てたいと思います。はい、組み立て終わりました。見ていきましょう。こちら、はい、いやね、さすが中澤さんっていうだけあってね、いやかっこいいですよ、うん、まあねあんま出来よくないなと思ってやってなかったんですけど、いざね、実物を手に取って見てみると、うん、かっこいいですね。まあ中澤さんらしい造形ですね、うん、こういうシワがちょっと入ってたりとかね、うん、細かい、うん、いやかっこいいですよこれ、うん、思った以上によくできてますね、うん、いやかっこいいわ。まあ軽くまあシャドウとかもちょっとは入ってますね、うん、まあ、ただね残念なの個体差でしょうね、自分のここなんか出来物ができてる吹き出物ができてるんですよね。シルバーのなんかカスみたいなのがくっついてるんですよね。取れないんですよ、うん、これあれやな個体差やな。いやでも思ったよりはかっこいいわ。いいね、うん、思ってた以上の出来ではあります、はい、自分的にはありですね、はい、こうなるとラストワンのね、兆しの方も欲しくなってきますけど、一応近くのね自分の近くのセブンイレブンではねもうラストワンしか残ってないんですけどね、うん、残りがあと10回ぐらい残ってるんですよね。残り10回でラストワンはちょっとね、だったら買った方が早いなっていうぐらいの、まだあれなんでね、半額になればやるかもしれんけど。うん、ということで、まあ今回もね、短いですけど、これにて終わりたいと思います。いやー、なかなか思ってた以上の出来ではあるんでね、皆さんも気になってましたら、ぜひ購入してね手に取って見てみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。